宗教上の食のタブーとして知られる豚食のタブーとは飲食において宗教、文化上の理由でタブーとされる特定の食材や食べ方である。特定の食材がタブーとされる理由としては大別して宗教上、文化上、法律上を食べることが禁止されている心理的な背徳感から食べることができない食材と考えられていないから食べないの3種が挙げられる。 世に知られる、食慣習やタブーには、すでに形外化し、意味を持たなくなっている場合もある。例えば、インドなどアジアの多くの地域で妊娠中から、授乳期にかけて妊婦に非常に多くの食の禁忌が、定められ、欧米の栄養学者から問題視されている。しかし、同様の禁忌のあるマラヤで実際に、妊婦たちが食べている食品を調査したところ、 表向き食べてはいけない多くの食品が取られていた。多文化の食のタブーを考えるときは、簡単に無知や非合理と捉えず、その禁忌が成立した背景や実態にも目を向ける必要がある。なお、純粋に医学的な理由から、ある特定の食材を避ける必要がある人もいる。一例としては、食物アレルギーを有する人の場合、特定の食材が、 アレルギー症状を引き起こすために該当する食材を避けなければならない。宗教によっては特定の食肉の摂取を禁じている例が少なくない。例えば、ユダヤ教はカシュルートと呼ばれる食べて良いものといけないものに関する厳しい規則を定めている。食肉がカシュルートにかなうためにはシェヒーターと呼ばれる土地区法を用いなければならず、ご半身からは、 座骨神経を取り除かなければならない。読むキプルには飲食が禁じられる。イスラム教ではハラールな食品のみ摂取が許される。イスラムで禁忌とされる食材は、ユダヤ教の規定より品目が少ないものの、摂取が許される食肉についても、特定の儀礼によって屠殺されることが必須とされる。さらにイスラム教徒の義務として、ラマダーンという断食の習慣も遵守されている。 ユダヤ教とイスラム教では、狩猟によって得られるジビエも、禁忌とされる。ユダヤ教より発したキリスト教ではパウロが、規制撤廃を主張し、エルサレム会議にて、わずかな規定を残して、食物規制を廃止した。残った規制も、特に西方においてはその後に有名無実となった。ヒンドゥー教、ジャイナ教、仏教は、肉食を禁止しているため、これらの宗教の信者は、 今でも多くが、菜食主義者であり、精進料理を調理し食べる習慣がある。ラスタファリ運動も菜食を奨励する。キリスト教のセブンスデーアドベンチスト教会では、ユダヤ教の戒律に準じた食品の摂取と、菜食主義を奨励している。キリスト教文化においては、かつて金曜日は、キリスト受難の日として、肉食を避けるべき日とされ、魚を食べる習慣があった。 現在でも、ポーランド、南ドイツ等のカトリック勢力の強い国あるいは地域ではこの習慣が残っている。一例として、大学の食堂では1週間の献立において金曜日には魚料理を選べるように設定されている。なお、聖教会では今日でも水曜日と金曜日には肉、魚、卵、乳製品、植物油、種類を摂取しない習慣がある。 ただし、カトリックにおける古祭、大時、聖教会における時は厳密な意味の食のタブーではない。実際、ローマ教皇庁は、金曜日に肉を食べてはいけないとの公表はしていない。聖教会の場合、時の実行は、個人の自由意志に基づくものとしている。同教の同志は、肉や魚、ニラやニンニクの類などの誤信を禁じられていた。また、 長生きするためには火を使った料理を食べてはいけないと、説かれていた。特定の食材が心理的な背徳感を喚起するため、食用とすることができない。液畜、ペット動物、高い知能を持つと考えられている動物、絶滅危惧種など、社会で高い価値が認められている動物や植物がこれにあたる。これらに対するタブーは立法化されることが多い。また、 一般に食用と考えられている動物でもペットとして接することによって特定の個体が擬人化され食材とみなすことができなくなる場合もある。社会価値の変遷により何をタブーとするかは同じ社会においても急速に変化する可能性がある。また多くの文化は同族同類である人の肉を食することを道徳上、宗教上、衛生上の理由によりタブーとしてきた。 また、栄養価上や、衛生上及び習慣上の検知から、単に人間用の食材と考えられていないために、タブーとなる例もある。一部地域を除く多くの文化にとっては、多くの無脊椎動物やネズミなどがこれに該当するが、これらに対するタブーが立法化される例は、高い価値が認められている生物の例よりも少ない。今後は、昆虫食のように、品種改良や食料危機、 宇宙開発において限られたスペースでの効率的な栄養摂取できる生物の養殖などの理由でタブーが変容する可能性がある。食のタブーが法律によって強制力を持つ例もある。これは異なる食文化への迫害や人権蹂躙であると主張される可能性がある。例えば香港では中華人民共和国に主権が変換されたがイギリス植民地時代に定められた。 剣肉、猫肉の供給を禁じる法令が撤回されないままになっており、同じ文化圏に属する関東省の食文化との食い違いが見られる。特定の食物の組み合わせが禁忌となる場合があり、これを合食菌と呼ぶ。例えばユダヤ教のカシュルートでは、魚と卵を除く動物から得られた食品と乳や乳製品を食べ合わせることを禁じており、 この二つを食べる場合は地域にもよるが、一時間から数時間の間隔を置かなければならない。これは、聖書の神明記にある母の父でその子を似てはならないという記述に基づく。厳格なユダヤ教徒は、食器から食器洗い機に至るまで、肉用と乳製品用のものを別にしている。そのため一例として、チーズバーガーは食べられない。また、アジアや北。 アメリカでは、陸生動物と海生動物を同じ鍋で同時に調理してはいけないというタブーが普遍的に見られる。ただし、両方を同時に食べることに制限はない。日本の武家の料理である、色生料理は前の左側に山のもの、右側に海のものを盛り付け、食べるときもまず山のものを食べ、次に海のものを食べ、最後に里のものを食べる、という順序が決まっていた。 大林した量によれば、こうした和食の配膳や作法は、宇宙の秩序に従って、ものを食べなければならないという考えの現れであると、いう。多文化主義が浸透している社会では、特定の宗教や心情によって課せられている、食のタブーに配慮した食事を選べるようにすることが、普通になっている。宗教や医学的な背景から、多くの国籍の人の利用が想定される。 国際線航空便の機内食の場合、会社にもよるが、出発24から48時間前までに申し込めば、イスラム教やユダヤ教、菜食主義者など、特定の宗教や信条に対応した料理や、低脂肪、低塩分、低タンパク質などの料理といった、特別な機内食が配られる体制を持っている会社が多い。この他、学校や病院の給食でも、 同様の対応が見られる。宗教による、職のタブーはステレオタイプに理解されがちだが、どの程度遵守あるいは違反を許容するかは、地域、集団や個人による。他の集団との交流が、一般的な現代の都市生活では、厳格すぎる規律は、支障が多いため、実態としては多様化の傾向にある。例えば歌手ルートで知られる、ユダヤ教徒の中でも、 合理的に考えて納得できない規範はあえて無視する改革派のラビや、タブーを全く意に介さない世俗派と呼ばれるユダヤ教徒が現れている。ユダヤ教徒が多いイスラエルのテルアビブでは豚骨ラーメン店が増えており、ある来店客は世俗派なので豚肉を食べると話している。イスラム世界では禁止される酒の製造、販売や飲酒が人目を避けて行われている国も多い。 一方で、自らが信じる食のタブーを基準に、他者を非難、攻撃し、時には殺害に及ぶ者も,もいる。イギリスの文化人類学者、メアリー・ダグラスのお会いと、近畿によれば、食の近畿は分類上の落ちこぼれが持つ中と、半端な属性が、汚れとされたことに理由があるとされている。例えば牛やヤギは、子息で、蹄が割れており、半水を持つのに対し、豚は、 ひづめが割れているが半数をせず、またうさぎは半数はするがひづめが割れていないなど、分類上中と半端であるがゆえに近期とされたことになる。マービン・ハリスは、宗教上の近期色の多くは、コストとベネフィットの関係から、不経済な食料獲得を戒めたことに端を発した可能性を指摘している。例えば、デビキでは豚を食べることを禁じているが、森林開発が盛んだった。 紀元前1200年頃のパレスチナでは森を利用する養豚は非常にコストのかかる事業だったことによるという他の禁断の動物も人間の生活に有用なだけ物や労力に見合わない狩猟の獲物がそのほとんどを占めているまたベーダ期のインドでは牛は一般的な食物であり牛肉は権力を維持するために民衆へ振る舞われる授与物だったが 急激な人口の増加によって、紀元前600年頃に供給が追いつかなくなり、バラモン層は再食を呼びかけるようになった。牛は農耕用のけ物として不可欠な存在であったため、民衆がそれを食べる誘惑を断つために、ヒンドゥー教では牛が聖獣とみなされるようになったという、健康上の理由が近畿につながった可能性もある。 例えば、未調理の豚肉を食べることは、専門中症、E 型肝炎に罹患する恐れがあり、多くの解散物も食中毒の恐れが高いとされる場合があるが、これらの考え方は俗説に過ぎないという批判もある。また、中世日本においてしばしば不具食の禁止令が出されたが、これは中毒死に対する対策であり、健康上の理由による食のタブーと言える。これは、 現代においても資格を持たずに提供することを禁じる法律として残っている。牛ヒンドゥ教の神クリシュナと聖牛バリヒンドゥなどを除く多くのヒンドゥ教徒はどんな肉もすべて忌避する。特に牛はヒンドゥ社会では神聖なものであるとされ、ほとんどのヒンドゥ教徒は牛肉を食べない。しかし過去、カーストに属さない不可食民は土殺を制御とすることがあり、 牛肉を食べることがあった。現在、牛肉食はインドでもところどころで受け入れられるようになってきた。インド産以外の牛肉なら食べても良いと考える、ヒンドゥー教徒もいる。牛乳や乳製品は牛を傷つけずに得られるため禁忌とはされず、むしろ積極的に消費される。台湾の年配の人たちにも牛肉食を控える、傾向がある。 牛は農業に有用なので食べることは間違っていると感じられるからである。また、カナダのアカディア人もかつては、駅畜としての役割を終えた牛の実を屠殺して、食用にした。馬馬肉、オランダも大勢法の時代から、厳格なユダヤ教徒は馬肉を食べない。馬は、ひめが割れておらず、半数もしないので、この肉を食べることは禁じられている。英語圏では、馬肉は、 タブーとされることが多く、馬肉の供給は、しばしば非合法でさえある。ロブスターやラクダのように、ユダヤ教やキリスト教のある宗派にとっては、馬肉が禁じられている。西暦732年に、トゥールポワティエ間の戦いの直後に、群馬の供給が重要視されたため、教皇グレゴリウス3世は、ユダヤ教の禁止令と同じくれ引きに基づき、異教の 天王感を催す馬肉食の風習をやめる取り組みを始めた。1000年にアイスランドにキリスト教を布教した際、教会関係者はアイスランド人に馬肉食を禁じないことを約束せねばならなかった。馬肉に対する態度には文化的に近い民族や同じ民族の中でも大きな違いがある。例えばフランスではイギリスと違い必ずしもタブーではなく、 大韓民国では、馬肉食の習慣は一般的ではないが、馬さんの伝統が長いチェジュ島は例外である。中国では様々な動物の肉を食べるのに、馬肉を食べる習慣はあまりない。これは、民の理事陣がまとめた本草項目に、馬肉が、心、苦、霊、有毒という性質で、傷中を治し、余熱を下げ、筋骨を育て、 腰や性を強くし、創建、気が感を抑える効果があるとするとあり、薬効は認めながらも、むやみに食べてはならないと記載されていたことが大きい。日本では、名馬の産地として知られた東北地方など、地方によってはかなり古くから食べてきた。コンビーフや、ソーセージなどを馬肉で作ることもある。なお、競馬関係者及び競馬愛好者の間での、馬肉食を敬遠するものもある。 ラクダ二コブラクダユダヤ教徒にとって、ラクダの屠殺と接触は、モーゼ法によって厳格に禁止されている。ラクダは反数するにもかかわらず、外見上は、歪めが分かれていないからである。イスラム教ではラクダを食べることを禁じておらず、アラビア半島やソマリアなどの乾燥地帯ではよく食べられている。トナカイトナカイの肉を運ぶハンター、グリーンランドトナカイは、アラスカ、 ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、ロシア、カナダではよく食べられている。北欧諸国では、トナカイは、伝統的な食肉用の家畜、北の牛と考えられている一方、家畜としてのトナカイが、一般的でない欧米のその他の国ではむしろ、サンタクロースのソリを引く駅畜と考えられているからで、ある。しかし、カニクのエスカロープ日本の岩手県東野市の、おしら様を報じる家では、 鹿肉の消費を禁忌とした。お白様を信仰している家では鹿のみならず、四足の牛や豚、さらに、二つ足の鳥であっても、肉類の食用ははばかられる。タブーを犯すと、口が曲がるという。このタブーを嫌がり、お白様の信仰をやめた家も多い。豚古代メソポタミアでは、豚は癒やしいものとされていたが、食べられていた。馬、犬。 蛇を食べることはタブーであった。古代エジプトでは豚とお世話ギは不条なものとして神殿への生贄としての持ち込みが禁止されていた。しかし庶民は気にせず食べていたし、養豚も行われていた。豚肉を食べることはイスラム教、ユダヤ教、セブンスデーアドベンチスト教会で、戒律上禁じられており、現在でも比較的よく守られている。 この決まりごとには様々な論理があるが、禁じている考え方それぞれ全てに受け入れられている、論理はない。不条であると考えられていることは、下記の点によるとされている。豚は、本来、非常に清潔好きな動物であり、飼育環境の劣悪な養豚場に詰め込まれ、人間に不条という濡れ衣を着せられてしまった面もある。しかし、 下記4にある通り菌身交配をする動物の肉を移植道源に似たような観念からそれを忌避するという倫理的な理由も存在する。豚はストレスを感じた時に水中や泥、排泄物の上でもお構いなしに転げ回ってのたうつ性質を持つ。皮膚の表面が毛で覆われておらず、人間の健康に害を及ぼす汚れが皮膚についてしまっているを飼育し、 肉用に鶏を飼う感覚で屠殺して食べることも珍しくなかった。しかし、ウサギを食べる機会よりもペットとして接する機会が多くなった社会では、ウサギを食べることに抵抗を持つ人が多い。日本では現在はウサギをあまり食べないが、かつては一般的な食用獣であり、例えば徳川家でも正月にウサギ肉入り雑煮を食べたという。ウサギを引きではなく、 鳥類と同様の羽と数える場合があるのは四つ足でないため食べてもいいというこじつけのためだったと言われる。ただし、この羽という数え方はあくまでウサギを食肉として扱う際の数え方である。ネズミメモルモットの丸焼き、ペルー西洋のほとんどの文化では、ネズミは不潔な害獣、またはペットであって、人が食べるには適さないとされている。 クジライルカビタミン C が豊富なマクタクは、イヌイットの伝統食クジラやイルカは、鱗がない水生動物なので、ユダヤ教では、レビキ第11章の条件に当てはまらないため、カシュルートにより食用禁止となる。イスラム教のハディースには、浜辺に打ち上げられたクジラの死骸から食料を作っている場面が描かれ、それを食べても良いか、と、共有が、 預言者ムハンマドに尋ねたところ、海から来たものなら死んでいるものでも食べてもよいと答え、預言者ムハンマド自身、芸肉を食べたと言われている。キリスト教の大多数の宗派も同様である。イギリスの王ヘンリー六世は、イルカ料理を好み、また、イギリスの宮廷では、17世紀の終わり頃までイルカの、肉を食べる習慣があった。フランスのパリでは16世紀、 レストランのトゥール・ダルジャンが開店した際のメニューにイルカのパイが載っている。欧米諸国では20世紀初めまで芸油を採取するため捕鯨が盛んに行われ芸肉を食べることもあった。日本、ノルウェー、アイスランドやフェロー諸島、大韓民国、インドネシアなどでは伝統的にクジラが食肉として食べられている。日本でも 古くから西日本を中心とした捕鯨を機関産業とする地域において食用になっており、現代でも文化を引き継ぐ千葉県、神奈川県、山梨県、静岡県、和歌山県、沖縄県などの地域ではスーパーマーケットでイルカ肉が売られている。戦後の食料政策で、芸肉は日本中で一般的に食するようになり、最盛期には学校給食に安く卸されていたり、 ヤマトニの缶詰として安く市販されたりしていた。また、捕鯨を禁止している国でも、アメリカが州国アラスカ州など、先住民によって捕鯨が行われ、油ミをも食す地域がある。北海道などに居住するアイヌでは、干し肉も食した。犬、猫イスラム教徒やユダヤ教では、肉食獣を食用にすることを禁じているため、犬、猫ともに、この禁制が適用される。 中国の苦肉料理店、湖北小食文化についての詳細は、犬食文化を参照。犬食文化を持つ国々では、犬をペットとして飼う一方で食用にもしており、朝鮮半島のヌロンやハワイのハワイアンっぽいドッグ、メキシコのコリマドッグ、南アメリカの鉄秩のような食肉専用の犬種も作出された。しかし、犬を、 主に愛玩動物とみなす近代欧米の習慣が浸透するにつれ文化摩擦を引き起こす例がある。日本においても中世以前においては赤犬などがしばしば食用とされていた。しかし、江戸時代の途中から徳川綱吉による昇類やアレミの例の影響により近期となった。明治以降では太平洋戦争後の食糧難の一時期を除いて、 犬を食用とする文化はごく一部を除いてはなくなっている。食文化についての詳細は猫食文化を参照。家猫を食用とするタブーは人類に身近な愛顔動物を食肉として扱うという点で犬食のタブーとの類似点が多い。猫食文化は世界中に散見され、基金や経済的窮乏と関係なく猫肉をたしなむ文化が存在するが犬と 同じく愛護団体からの抗議運動が起こっている。BBC は2015年中国天津市の民家で食用猫200匹が保管されていた事件について中国では猫食は広くタブーとされているものの未だ農村地帯では食されていると説明しながらインターネット上で猫を食用にすることについて抗議活動が発生したと報道した。 霊長類チンパンジー霊長類を食べることは種の相似性からウイルス感染の危険性を増加させる。エイズやエボラ出血熱の感染源は、類人猿の肉を食べたことにとって感染したと考えられているが、加熱不足な肉でない限り感染の危険性はないとも考えられている。生肉カルパッチョ肉類は寄生虫の感染や食中毒を防ぐために火を通して食べることが多い。 生肉を食べることは多くの国で暗黙のタブーとして存在し、焼かない肉を食べるのは野蛮あるいは危険だとか、食べる際に血液が滲み出る様が嫌がられるなど、嫌われる理由はいろいろある。生魚を食べる習慣がなかった地域では、生魚も生肉と同様に嫌われることが多かったが、近年は食される機会も増えつつある。ヒンドゥー教では生肉に限らず、 生物を禁止している。血液ポーランドのアヒルの地のスープ、チェルニナユダヤ教徒、イスラム教徒やエホバの証人の信者は、陰血や地から作られた食物を取ることを禁じられている。生きたまま動物を食べる踊り食いも、血を含むため禁じられる。ユダヤ教では血抜きを徹底するため、食肉を塩水につける必要がある。キリスト教において、 立法規制を大幅に緩和したエルサレム会議でも血液食の禁止は維持されている。しかし、西方協会の信仰される地域ではそれ以前からの血液の食材利用の伝統が存続している。また、ポルトガルではアロースルカビデラという鶏やアヒルの地入りのリゾットが郷土料理となっている。土札の主要な副産物である血液は非常に栄養価が高いため、 世界各地で食用とされてきた。ブーダン休んでブラックプディングなどのブラッドソーセージは世界の多くの地域で非常に有名であるにもかかわらず一部の社会では気持ち悪がられることがある。北京ダックユダヤ教では肉食の蝶類を不上としている。また蝶類のジビエも屠殺されていないためカーシェールではなく不上である。古代から中世にかけてのヨーロッパでは 白鳥薬弱、ズワオホウジロなどが食通によって賞味され、カラスも食べられたが、今日の欧米では一般的な食材とはみなされない。ヒンドゥー教では卵を禁忌とする場合もある。かつてベンガル地方では若い娘がアヒルの卵を食べることを禁じた。アヒルの卵は体に熱を与えると信じられているため、低層を危機にさらす効果があると考えられたためである。 台湾東方のことを、乱流の原住民である闇族は、鶏卵の食用をタブーとする。日本統治時代、島を訪れた日本人の食後の後片付けで食器を洗う際、生卵が入れられていた器を触れるのさえ嫌がったという。ヒンドゥー教では、魚介類全般を禁忌とする場合もある。分類別では、以下の通りとなる。 魚ナマズケニアの菊ユ族とカレン人ン族の一部は、魚を食べることを禁忌している。ユダヤ教徒は、レビキによりウロコとヒレを持たない、水生動物を不上とすることから、水中に住むにもかかわらず、ウロコを持っていない、炭水ウナギやナマズのような魚の接触を、禁止している。イスラム教の一部の宗派では、ウナギが禁忌とされる場合がある。イスラム教シーア派は、 淡水うなぎを不上としている。かつてハワイ王国では女性はアジア白仙姫路を食べることを禁じられていた。アメリカ南西部に住むネイティブアメリカンの中で南部アサバスカ諸語を使う人々には魚を忌避する伝統がある。民族学者マテウスが19世紀末にナバホ族を調査した際にこの事実を発見し彼らを魚恐怖症として報告し議論となった。 豊臣秀吉と徳川家康は、フグ食の禁止令を発し、明治時代に入るまで解禁されなかった。フグは猛毒という認識のため、フグを食材とみなしていない地域は多い。モンゴルにはアムール伊藤の生息する水系がいくつかあるが、古くより遊牧を制御としてきたことから、魚は食料とは考えられていない。首都ウランバートルにも、 伊藤料理を出す店があった時期もあるが、現在は存在しないとのことである。チンギスカンが幼少期において困窮していたことを示す。逸話の一つとして、魚を食べていたということが語られている。前述の台湾東部にある蘭遊の原住民である。タオ族は、トナの食用をタブーとする。また、女性が食べてはいけない魚もある。甲殻類と軟体動物タコの吊るし星、ギリシャ。 ナクソス公会、エビアカニ、イカ、タコといった、キョル以外のほとんどの海産物は水中に住んでいるが、ヒレとウロコを持たないので、ユダヤ教とキリスト教とイスラム教の一部の教派によっては、食べることを禁止されている。キリスト教の聖教では、大時が長く、この期間中魚肉の摂取が禁止されるため、地中海付近では、イカやタコを使った料理が発達している。 香港などで微味な食材として扱われている、イシガには、甲羅に十字架に似た模様がついているため、キリスト教徒は食べるのを恐れる。イカやタコは、食べることを禁止されていなくても、これらを食用とする地域は、東アジアとイタリアやスペインなど地中海沿岸、及び、ラテンアメリカの沿岸部に限られている。特にタコはかつて、悪魔の魚と呼ばれて嫌われていたこともあり、 北ヨーロッパの現地料理ではほとんど見られない。しかし最近では寿司が日本国外でも普及していることにより、イカやタコもアメリカなどで普通に食されることが多くなっている。日本においてもイカやカニのタブーがなかったわけではなく、上泉の仏の源の,の,の訓越州マキ巻録、士官、軍役において、武家が軍中において禁食していることとして、イカ、スルメ、カニ、 トビウオ、また、イノシシ、シカなどの諸肉を軍神が嫌うので禁じていると記述している。オーストラリアでは、食物を苦しませずに殺す法律があるので、ロブスターやエビといった、甲殻類でも調理するときには、即死するように脊髄から裁くことが定められている。生きているそれらをそのまま焼いたり茹でたりするのは、厳禁とされている。台湾、蘭遊の倒族は、乳児のいる女性は、 ヒザラガイを食べてはいけないとする。昆虫をあげたカイコのサナギ、中国、西南市ユダヤ教では、イナゴやバッタの仲間を除く虫は全て不条であると、される。虫が混入した食物も、虫を誤って食べる恐れがあるために避けられる。イスラム教では、アリやチを食べることは禁じられているが、バッタを食べることは、明確に許可されており、ハディースには、教祖ムハンマドがバッタを食べ、 遠征を行ったことが記されている。昆虫食はアジア、アフリカ、ラテンアメリカ、オセアニアで今なお親しまれており、昆虫は安価で良質のタンパク源になり得る。ネギ属ニンニク仏教やヒンドゥー教では玉ねぎ、ネギ、ニラ、ニンニク、ラッキョウ、アサツキなどネギ属の植物の消費が禁じられている。イスラム教では発酵食品を嫌をとする場合がある。 その理由にイスラム教ではムハンマドが祈りの前に生の玉ねぎとニンニクを食べることを禁じたのが由来とされている。豆類、ピョタゴラス教団は豆類を禁忌とした。これは空ミ中毒の予防が目的ではないかと考えられている。その他、ヤズイード派はレタスとライ豆を禁忌とする。ハワイではかつて女性がバナナやココナッツを食べることを禁忌とした。 アボカドは、サイン効果があると信じられていたため、低血な印象を壊さないために、その購入や消費を避けることがあった。厳格な、ユダヤ教徒は、虫が隠れていて、カーシェールではないかもしれないため、ブロッコリーなどを避けることがある。また、カーシェール期間は果物を潰さないで不浄な生物を取り除くことが難しいため、ブラックベリーやラズベリーを避けるように勧告している。 酒飲酒の弊害を説いたリトグラフアメリカ1846年頃アメリカ合衆国では禁酒法により1919 19年から1933年まで種類の生産、取引と消費が違法となった。その後、種類規制権限は州に移管され、現在でも種類の売買を違法とする禁酒軍と呼ばれる軍が残っている。また、 少数政党の禁止党が19世紀より活動を続けている。海上自衛隊では再軍備に関わった禁止法時代のアメリカ海軍の流れを組んでいるため、艦内での飲酒は禁止されている。イスラム教では戒律により飲酒は禁止されているが、実際には世俗的な地域では飲酒がタブーでない場合もある。アラブ市長国連邦では、ヒイスラム教徒の外国人だけは、 飲酒を認められている。仏教は、愚俗会や重々近会で、出家像の飲酒を禁じ、在家信者についても、誤解で飲酒が禁じられているが、現代日本などではあまり励行されていない。キリスト教の多くでは、生産式で武道士を利用しているが、聖書エペソジニーの手紙五章18節で明定することを禁じている。カトリックの修道院が自活の一環として、 ビールを醸造して販売することは伝統的に行われている。一方、旧政軍はアルコール依存症者の回復支援をしている関係で飲酒をタブーとしている。また、ラスタファリズムも飲酒を禁止し、末日聖徒、イエス・キリスト教会、セブンス・デー・アドベンチスト教会は酒やカフェイン飲料などの精神公用作用のある嗜好品の摂取を禁止している。茶 コーヒーイラスタファリズムは、コーヒーを禁忌としている。末日聖徒イエス・キリスト教会は、茶とコーヒーを禁忌としている。茶やコーヒーを禁忌とする理由としては、カフェインが含まれることが挙げられる場合があり、末日聖徒イエス・キリスト教会ではコーラその他カフェインを含む、炭酸飲料を禁忌としている派もある。ニュービーガンは母乳を含む父の摂取をタブーとしている。 東方見文読に記された人肉食教の世界においては人肉食を許容している文化はないが過去には人肉食を特定の形で許容する文化が世界各地に存在した人体の健康や生態系に及ぼす影響への懸念からアジアやヨーロッパ、アフリカには遺伝子組み換え作物から作られた食品を忌避する国や人々が存在するありがとうございます